じゃあ。毎日新聞の田辺と申します。お願いします。明日からですね、皇位継承の協議始まりますけれども、維新はですね、早い段階から意見というのを示されたと思います。で、ようやく各党意見揃ってきて始まるんですけれども、ただもう今国会もですね、会期としてはもうだいぶ迫っている。で、議論、するようにという話になってからもだいぶ時間が経っている。こういった状況で、早い段階で、何らかの結論を得たいというところと、各党の意見がそれぞれ違っているという点、進め方について、速さと内容とバランスどのようにお考えでしょうか。かつてですね、生前退院の時に同じような、しつらえで、同じような、進め方をして結論を導いたということがあります。今回もスタートはそういう同じようなスタートを切ることになると思いますので、これやはり前回のことを振り返ってみると、政府の議長のやっぱりリーダーシップというものが非常に大きかったと思います。どの政党についてもこの皇位の安定的な継承ということについて異論はないと思いますので、あとは制度設計、中身をどうしていくかということですから、これこそ調整力が発揮される部分だと思いますので、我が党は我が党として取りまとめている意見を申し上げた上でですね、他党のご意見もよくお聞きをしながら、より良い方向に持っていくためにはどうすればいいのかということは、また党内でも議論をして、その次の時にその回答を、与野党協議の場に持っていくということになると思います。はい、他ありますでしょうか。